勝てば天国、負ければ地獄。ギャンブルの結果で全てが決まる学園バトルロイヤル賭け狂い。そのテレビアニメ第2章が1月より放送となります。こんばんは。アニメ賭け狂いで桃葉美キラリを演じています沢城みゆきです。この動画ではアニメ第2章の放送開始を記念して本作のキャラクターを演じる引きが強い豪華声優たちの集結、熱いバトルを繰り広げます。果たして真の賭け狂いは誰なのでしょう。アニメ賭け狂い第2章放送開始記念企画、キャストバトルロイヤル。今回の挑戦者はこのメンバー。まずは予選としてスマートフォンアプリ賭け狂いチーティングアロードの投票じゃんけんでスタッフと対決。コインの合計枚数が多かった上位4名が準決勝へと導かれます。さあ準決勝に進むのは誰なのか。アニメ賭け狂いで生島みだりを演じさせていただきました、伊勢マリアです。みだりみたいなキャラクターは私自身演じるのが初めてのキャラクターだったので、本当にオンエア後はものすごい反響をいただきまして、自分の中身をこうさらけ出すような振り切った役を演じていて本当にすごい楽しかったです。実はこちらのゲームは昨年の東京ゲームショーで一度プレイさせていただいたことがあるんで、ものすごく自信があります。はい、じゃあスタートします。こっち生徒会マリアって名前になってますね。あ、来ました。さて、ふん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 、相手が先手、相手のベッドを待っています。あ、レイズしましたね。さて私は何枚レイズしようかな、まあ、こんぐらいいきましょう。さて相手はどうかな。あ、コールした。さてこのカードね、まあ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 、ここはまあまあ最初なんで、最初なんで、じゃんけんポン、勝ったー、イエーイやりました。あ、私の枚数が27枚になりましたよ。さてさあ次はどんな手札が来るかな。おー、いいねいいね、バランスいいですよ。あ、なんか対戦相手の人悩んでんのかな。まだかな、まだかな。あれ、あ、来た来た来た。あ、コール。さーて、やっぱね、私ね、グーチョキパーの中だったらこれが好きなんですね。一番、じゃんけんポン、負けたー。でもね、まだ枚数的には勝ってるんで、私21枚、相手19枚なんで、よし、3ラウンドで終わりですもんね。あ、これ最後の勝負、ふふー。私はここでスキルを発動する。えーい、すごい、なんかスキルが 123% って出てた。これこれだよ、今ここで私は生きてる。ほほー、おお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 、めっちゃめっちゃレイズする。楽しいですねゲームね。ここからここから大事、これじゃんけんポン、アイコー。この勝負もらった、アイコーでしょ、イエス、勝ったー、やりました、勝利です。私の合計枚数は32枚です。こんなに枚数を獲得できるとは正直思っていなかったので嬉しいです。みだりがこう憑依してくれたなって思いました。楽しかったです。西野桐蔭ゆり子役の七海かりんと申します。よろしくお願いします。ついに2期が始まりますね。狂気の学園が帰ってくるということで、今から私もゾクゾクしております。運が悪いのかいいのか分かりませんが、なけなしの私の運をですね、すべてここにつぎ込んで絶対に勝ちたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。勝つぞ、かっこいいですね。
ダメなんだ、話しかけたすいません、かっこいい、なんか誰にでも勝てそうなゆり子負けないぞ、いや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 、あ、入りました、投票箱に。ちょっと待って、最初はこれ運だな調べてわからんの、じゃあ OK、 私これにします、お願い嘘でしょ、やばい、まずい、あれ何回戦あるんでしたっけ、あれ3回戦、うわーどうしよう、あ、まずい、てかね、早くあのゲージをマックス貯めないと、あ、そっか、来まーす、やばい、ちょっとゲージが溜まるまで、ゆり子のそのスキルが使えるまではちょっと様子見でいきたいと思います。さっき何出しましたっけ、相手誰も教えてくれない最高だ、危な危な、なんだろう、チョキの格好、もういいや、これでいきます、アイコでしょっ、うわーすごい、アイコだ、どうしよう、どうしよう、もう汚い言葉ですごめんなさい、カットでお願いしますせーの、アイコでしょっ、やったあ、やばい、ちぎれる、あーよかった、え、待って、じゃあ何持ってたんだっけ、相手のって全然覚えてないや、どうしよう、怖い怖い、全然ゲージたまらない、やばい、でもゆり子って意外とゆめ子に最後は自分の運で勝ってるんですよね、実は意外と、そうなんですよ、そっか、2つ同じだからわかんないな、全然どうしよう、まあいいや、これでいこう、わかんない、お願い、あ、やったー、やった、いた、これ意外と、やったー、私の合計枚数は31枚です、ご愁傷様。スメラギーズ客の若井ゆきです、よろしくお願いします、イエイ、一見可愛い女の子がすごい形相をしながら戦いに挑んでいくんですけれども、私原作がそもそもすごくファンで、アニメになった時にやっぱりあの皆様のお芝居とあのやっぱり動くキャラクターによってよりスリル満点なお話になっていて、とにかくみんなの変顔に注目な作品ですねあの投票じゃんけんなんですけど、このねあのアプリゲーム、実は去年の9月にあの乱役の伊勢さんと一緒に対戦をしてて経験済みなので、ちょっとねその時の経験を生かして、これはぜひね準決勝に進みたいなと思います、頑張ります、イエイ、はい、というわけで早速対戦していきたいと思います、スタート。あ、もう私はもちろんねいつきちゃんで挑みますよ、かわいい、これちょっとやっぱあれですよね、いかにスキルをうまく使うかってとこですよね、やっぱそこをねしっかり経験を生かしてね、ラウンド1、うわ相手会長じゃん、勝てるかな、試しに、とりあえずとりあえずこういうこういうこういう感じで、はい、お願い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 、じゃんけんぽん、あーあー、どうしようどうしよう、負けちゃった、負けたくないよ、負けたくない、ラウンド2、どうしようどうしよう、これどう、これ確率がどうなんだろうね、あ、もういいやこれでわかんない、いけ、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、勝った勝った、いやもっと多くかけたきゃよかった、どうしよう、これじゃちょっとまだ少ないもんな、多分これでこの次の勝負勝ったとしても準決勝に行ける確率も低いと思うから、とりあえず私はスキルを使います、はい、
月ちゃんのスキルがあれですよね。お、油断大敵ですよ。なるほど。お、なるほど。どうしよう、もうこれでもだって勝ちたい、勝ちたいんだもん。どうしよう。ちょっと待って、そうか。うわあ、とりあえず私はこれで勝負に出ます。お願い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 。あいこ、あいこだ、あいこだよね、あいこだよね、あいこですよね。ってことは今何であいこになったんだったっけ。はい、これでいきます。お願いします。お願いお願い、あいこでしょ。ってことはもうこれでしか勝負できない。はい、これもうこれ以上お金かけれないですもんね。これでいくしかないですもんね。いきます。あ、ちょっと待って、あれあれちょっと待って、いや負けた、やだ。ということで私の合計枚数は4枚です。これ9人中4人が決勝いけるんですよね。他の方が2枚とか3枚になってればまだ準決勝いける可能性があるってことですよね。そういうことですよね。そうですね、それにかけたいなと思います。もう一個、もう一回勝負しません？あの生詰めをかけて本当に面白いことを言うわね。でも首よ。ということで今回の結果はこちら。伊勢さんが32枚でトップになりましたね。次回はいよいよ C ブロック、挑戦者は誰なのでしょう。この動画を見ている皆さんもまたぜひお付き合いくださいね。